こんにちはは、僕はゴードです。悲しいけど車、あのかっこいいマーク X 売っちゃいました。なんか買ってくれる人がなかなかいなくて、結局ちょっと安く売ったんだけど、まあ仕方ない。あの早く日本に行きたいから車売って、そして今月の30日に日本に行きます。もうチケットを買いました。それとあの今年のスポンサー、バケツドラムのスポンサーも決まったんで、日本に行ったら結構まあスポンサーがいるから生活はあんまり心配しなくていいから、ちょっと嬉しい。それはめっちゃ嬉しい。これから荷物の整理とかいらんもの捨ててとかそういうので忙しくなって、あのちょっとずつ日本に行くための準備しておきます。で最近あの昨日車売ったんだけど、車売るまでなんかゴードはなんか変な気持ちだった。なんかまあゲーム中毒 とかもあって、あの頑張ってなかったのもあったけど、多分その上になんか頑張れない、努力できないという他の理由もあって、それはね、今ゴードはちょうど人生の大きなチャプターのちょうどその間にいるから、毎日何をすればいいかちょっとわからなくなって何もしてなかったっていう展開になったんだけど、なんかほらオーストラリアでバンドの生活 とかそっちで頑張る時代が終わったじゃん。あのバンド売れなかったし、あのだから新しい挑戦あの始めるんだけど、まだ日本に行ってないし、そのこれから日本で YouTube で頑張っていくっていう実感はまだなくて、その間でちょっとゴードはね、毎日なんか何をすればいいかちょっとわからない日が多くて、まあ本当にやることたくさんあるけど、路上ライブとか動画作るとか、あの荷物の整理とか日本語の勉強とかたくさんあるんだけど、なんか自分がね、ただの言い訳かもしれないけど、あのこれから本当に車あの売って、あの車本当に好きだったけど、車売って実際にチケット買って、これからなんか動き出せる、なんか自分の中にも何かが動き始めたって感じたし、これからもっと行動できる。今日も朝起きて、あの荷物車に積んで、あのお兄ちゃんの車借りてるけど、今お兄ちゃんの車に荷物積んで、あのスタジオにある在庫に全部入れて、なんか思わず行動取れるようになったまた。まあ今日の動画は それだけの報告なんだけど、そして祝いとしてまた今週の金曜日に飲み会やろうぜ。そして日本とのオーストラリアの時差は1時間だけになったから、ライブ配信もだいぶあの楽になると思う。あのなんか俺夜中に始まっても日本はまだ夜の10時だから、なんか2時間の時差はちょっときつくて、でもその時差は1時間になったからやりやすくなる、それもあるね。じゃあ金曜日にライブ配信して、で誰か頼んでね。先週はかけるのおかげで結構面白いライブ配信になったんだけど、今週ね誰かあのハプニングを起こして、その話あのライブ配信に持ち込んでほしい。じゃあみんな日本は楽しみにしてるぞ。オーストラリアで頑張って準備して日本に行きます。じゃあねー。